あ、次はかけらかけらくん。わーお我が家は三毛猫である名前はなあ超猫ハウス、まあまあ、俺様が最後の門番であるケルベロスだ。ウサギが俺様のウサゴに、あ、なるほどね、あの猫なんだね、一緒にいた、知ってるぞ。好きじゃないドブネズミ、俺様の後ろにある最後の扉を開けたいなら俺様のイチャモンに耐えてみろってなわけで、生き残りの、ズレカメイチャモンクイズ、これからのクイズを、20問出す、外れるとお仕置き、生き残ったらここを通してやるということです、それでは第1問、年齢当てクイズ。マタヤン何歳？え、ちょっと待ってよ、何歳だったっけ。30歳。そう、違うか。当たり、ほら当たってんじゃん。それでは第2問、公園に出没するヘリコ、正しい漢字はこれね、下、それじゃなかったら、それヘリコ、それか一番下か。よくない、これでも娘が3つあるってことは多分一番下だよ。じゃあそれどう、あたーり、ちょっと攻撃されるシーンがどれかがわからんからちょっと怖いんやけど。それでは第3問、この4人は、全員難病です。さて誰の病名が一番長いでしょう。バタヤン、ボリース、ゴロ、ツボヤス。あー、何なんだろうな、病名、多分猫が特徴なんだよ。だって例えばおばあちゃんは埋もれてますだから、埋もれてう病みたいな感じですね。おばあちゃんいないよ、おばあちゃんいないよ、おばあちゃんいない。ゴロ焼き芋やろ、ツボヤスは、え、キンタの、キンタの、ポリスは、ポリスは人を捕まえて犯罪じゃない。パタヤンは、パタヤンは夢を追いかける、わかんねえなんかね、特徴ね、病名で逆読みにする。じゃあポリスが長そうだから、ポリスにしよう。え、ほんまに、ほら来た、当たり。はい、それでは第4問ね、年齢当てクイズ。レオは何歳だ、レオ何歳、これやってたでしょ、うん、見たけど、わかんない。え、ちょっと、レオいくつよ、見たけど、覚えてないもん。レオ中取ったの、ここや、うん、どれだ、今、60歳でもいいと思うよ、じゃないヘッドあげんなよ、こんなところどれ、ちょっと答えてよ、一つぐらい。わかんよ、あかんわかんない、51歳ですよ。そう、ほんまに外れー、ビャーおお、20くらったそれでは第5問、誰を見ても気に食わない道枝さん、彼女が唯一気に入っていた、気に入っているのは誰だ、誰、気に入ってんのいんの、25% やね、ちょうど1年くらいあるんですよ。
キューム、風呂屋のレオンが朝目覚めて最初にすることは何？何？猫がうんこしろとかしか覚えてないよ。11番